こんにちは。今日はこの七色彩色のこのモノトーンカラーが好きで、この色とこの色2つずつと、これも2つあったんですけど、1つ使っちゃったんですね。まあこれは1つしかないんですけど、まあ、今持ってるこの中で、まあ、組み合わせてちょっとネックウォーマー編んでいこうかなと思ってます。でこの前これ編んだんですね。これと同じ形、まあ、ほぼ同じ形になればいいなっていう感じでちょっと始めていこうかなと思ってます。まあこれもね結局大きくなっちゃって、この横幅がなのであれなんですけど、まあ、ちなみに前高さが23センチにしたいって言ってて、でこの横24センチで24センチとこっちも24センチなんで合計48センチにしてみたいなこと言ってたんですけど、結局ねこれ24センチの出来上がりを想像してたんですけど、27.5、27センチかな、まあそれぐらいなんですよね。だからね、まあ今回もどうなるかわからないんですけど、まあこれはね24センチで鎖編みして27センチになったから、なんかね、まあ、まあこれはね4本取りでやってて、今回は1本でやっていくんで、まあそういうところもちょっと考えながらやっていこうと思うんですけど、いつもねこう想像してる長さと、まあ、出来上がりはいつも、まあ、違うんですよね私は。なんで、まあ、今回もどうなるかちょっとわからないんですけど、まあ、とりあえず鎖編みで簡単にやっていこうかなと思います。で、前はこれ、細編みで往復編みでぎっしり目が詰まったものをやったんですね。で、ふんわりしてて、めちゃくちゃいい感じなんですけど、まあ、簡単にできてね、ツートーンですよね。で、コメントにもね、書いてくださってたんですけど、こう目が詰まってるからね、やっぱりあったかいんですよね、これ。で、ふわふわしてるから。まあ、これもね結構ねふわふわしてるんですけど、まあ今回はねこれもね肌触りはそんなに悪くないと思うんで、まあネックを周りも切ると思うんですよね。だからこれでもっとふわっとした、まあ大好きなねこう細編み鎖編み細編みでちょっとやっていこうと思うんですね。だから目は開くんですけど、まあだから目が開く分これよりもうちょっと深さを編もうかなっていう予定ではあるんですけどね。まあちょっとそこもちょくちょくかぶりながら様子を見ながらやっていくって感じにはなると思うんですけど、まあそんな感じでちょっとやっていこうかなと思いますね。でもなんかねじった方がいいのかなとか思うんですけど、毎回ね細編み鎖編み細編みでねじったものを作ってるからね、今回はもうこうねじらないものをちょっと作ってみようかなと思ってます。こんな感じでちょっとね進めていこうと思います。で、まあ白が少ないから間にちょこちょこ入れれたらいいかなっていう感じで、まあこういうのを多めに使ってちょっと仕上げていこうかなと思ってますね。でもそうですね、なんか端はね白にした方が優しい雰囲気にはなるんかなと思うので、白からちょっと始めますね。一番少ないんですけど、でまあご紹介していくと、これがねカラーナンバーが1番ですね。で、アクリル 85%、ウール 15% で 30g、54m 入ってますね。こういうのですね。で、次は、これ、カラーナンバーが11番。で、こういうのですね。で、これちょっと濃いめ。で、カラーナンバー10番ですね。こういうのですね。でもね、なんか、初心者の方でも編みやすいちょっと太めの編み太ですって書いてあって、本当にめちゃくちゃ編みやすいから私も大好きなんですよね、これ。これもすごいカラフルな色とかもあるし、まあ組み合わせとかでいろいろ楽しめるんじゃないかなって思いますね。こうやって鎖編みから始めようと思いますね。8号でやっていきます。まあそうですね、ふんわりやりたいので、まあ、10号でやっていこうかなと思いますね、今回。で、こうしてギュッとしてから、ここから鎖編みをこうしていきます。3、4、5っていう感じでずっとやっていって、まあ、大体そうですね、まあ、今回もね、まあ、元々のこれを作る時も、あ、これはねちょっと上に前あったところのリンクを貼っておくんで、よかったら見ていただきたいんですけど、
あの時もお手本になる形があって、それに基づいてっていうか作ったんですね。その形、その幅とか大きさがこれなんですよね。48センチ、24センチですよね。ここ24センチの23センチ、だいぶ大きくなっちゃってるんですけど、それに合わせて大きくなっちゃったんで、まあ今回もね24センチでちょっとやっていこうかなと思ってますね。横一応24で合わせていくんですけど、またこれみたいにね広がっていくかもしれないですけど、まあ24センチの2枚なので48センチ、鎖編み48センチになるところまでやっていこうかなと思います。ではやっていきます。こんな感じで65目編んできました。そしたらまたこういう風にねじれないようにこうはぐっていって、こういう状態で、まあここの鎖編みの手前1本向こう2本みたいなとこ、ここを取って、まあ引き抜き立ち上がりなしでやっていこうかなと思いますね今回。で、まあ、このまんまいつもだったらこう引き抜きなんですけど、これをこう入れて細編み、いきなり細編みしようかなと思いますね。で細編みで、細編みしたのでマーカー一番最初っていうところ目安でマーカーしときますね。これであとずっとねここここここっていう感じで、ここもねじっていくと、まあ、ねじれちゃうので、全体的にここって決めたらもうずっとここここここって言って入れていきますね。まあ、裏山を取る場合はこの裏山をずっとここ、1回目こう裏山取るって決めたらもうずっとここここここっていう感じに取っていきます。まあ、こうやって一周ちょっとやっていこうと思います。ずっとね細編みで1段目だけやっていこうと思います。こんな感じでずっと最後の方までやってきました。そしたら、まあ、次のところから、まあ、色を変えていこうかなと思ってるんですね。で最後までこういう風にね細編みを1つずつ入れていきますね。こうやって、で、まあ、ここ一番最後ここまで入れて、まあ、これもねこの巻き込んでいこうかなと思います。一番最後に糸始末するのがねちょっと嫌なんで、でここでね色を変えていきますね。まあ、次はこの、まあ、どっちでもいいんですけど、濃いのにしようかなと思って濃いのをちょっと入れていきますね。でこういう風に、まあ、こっちを後ろにしようかなと思うので、こっちに、まあ、今回は裏表決まってるんで、まあ、裏っていうので、まあ、糸を継ぐときはもうずっとこっちの面っていうので決めていきますね私は。で、こうやって引き抜いたら糸を変えれました。で、最初の細編みの頭、ここ。ここなんですけど、ここからはまた細編みを、いきなりしていきますね。で、細編みを、こう、細編みの頭に細編み。で、ここで全部巻き込もうかなと思いますね、一回。まあ、この長いものは、まあ、この一回だけしか巻き込まないんですけど、上にすると立ち上がっていきたいので、ね、後で使っていくし、白。で、この段階で、細編みしますね。で、ここから細編み、鎖編み、細編みっていうんで、やっていこうと思います。で、この長いのだけ置いといて、で、あとは全部、まあそうですね。まあグレーはちょっと横にバシッといっちゃうかなと思うので置いといて、まあ白だけ巻き込んでいきましょうかね、今回は。こんな感じで。で、細編み。鎖編みで、ここ細編み入ってるんで、次はここ1個飛ばして、ここ鎖編みしてますね今。で細編みで白を巻き込む。まあ、前まではねこの1個飛んでるからこの巻き込まずにいってたんですけど、まあ巻き込んでいきますね今回は。まあどっちでもいいと思うんですけど。で細編みしたら必ず鎖編みで、ここ飛ばして、ここで巻き込んで、これも細編みして鎖編みで飛ばして、ここに細編みで鎖編みで、ここを飛ばして細編み
で、この編み方でこう色をこう変えていくときに、まあ、何段ずつしたらいいかっていうのも、なんか何回かやって前2段ずつしたら私の好みになったんですね。だからちょっと2段やっていこうかなと思うんですけど、まあそうですね、2段ずつやっていこうかなと思います。で、イメージ的にはその濃いのを2段して、またそうですね、白が少ないからね、まあ濃いの2段して薄いの2段して、また濃いのして薄いのして白入れるみたいなぐらいで、まあちょうどいいんじゃないかなって今は考えてるんですけど、まあそれもね、入れ方によって全然ね雰囲気が変わってくるから、まあいろいろやってみたくはなるんですけどで、飛ばしてここ、こんな感じにずっと1段目やっていきます。鎖編み飛ばしてここで、細編みしたら必ず鎖編みをしないとこういう感じにはなっていかないので、柄がこういい感じになっていかないので、今ここ入ってるから入ってないとこ1個飛ばしてここっていう感じね。まあ、これも簡単に今から始められる方にもできると思うので、こうやってねやっていきますね。で、ずっと一緒やっていきます。こんな感じで一緒やってきました。そしたら今鎖編みしてる状態で、ここ飛ばしてここ一番最後の細編みのところに針を入れて細編みで、まあここが一番最初なんですね。で、最初で、まあ、引き抜き立ち上がりするときは、まあここに入れてやるんですけど、つなげるんですけど、まあこのまま行きたいんですよね。だからね、まあここの分を飛ばすから鎖編みして、で、まあ、このままここに細編みしていこうかなと思いますね。まあ、この方がまあいろいろやってきたんですけど、まあすっきりするかなと思って、こうやってね、じゃあもうここに細編みが来るし、ここまた次の回ってきた時ここを細編み入れるしっていう感じで、まあこっちの方がいい感じですね。これでちょっとやっていこうかなと思いますね。でもなんか一番最初のところはこうここだっていうところはもうずっと細編み、なんていうかね、この最初のところは細編み鎖編みってこう変わってはいくんですけど、まあ、ずっとこうやって入れていった方がいいかなと思いますね。まあでもここを見たら分かるんですけどね、一番最初のここだからまあ面倒だなって思われる方は一番最後にここからこう辿っていってっていう感じで見ていただくといいのかなって思うんですけどね。まあ、私はちょっと入れていこうかなと思いますね、こうやって。今回は2段目、最初は一番最初は細編みやったんですけど、今回は鎖編みのところが一番最初っていう感じですかね。で、これでまた同じようにずっとね、鎖編みして、で、次からはもうこの穴を取っていけばいいので、めっちゃ楽ちんなんですけどね。そういう意味でも好きですね、この編み方は。で、ここで、まあ横にこうやっていっても違和感ないんで、ここで色のところを巻き込んでいきますね。で、鎖編み。で、鎖編みの分、ここ飛ばしてる状態ですね。で、この穴のとこを拾って、巻き込んで、細編み。こうやってずっとやっていきます。で、2段やったら、まあそうですね、2段、そうですね、2段やって、薄いのやってっていうのもありだと思うんですけど、まあ4段、だから2の場合、そうですよね、4段やって、2段やってみたいなのも面白いと思うんですけどね。どうかな、でもいろいろやりたくなんですけどどうしよう。今回はでも2段ずつやっていこうかな。でも2段ずつで名前やってるから、まあ4段やろうかな。4段やって2段やってみたいな、バラバラにしてっていうのも面白いと思うんですよね。これをちょっとね、4段やってみようかなと思いますね。ちょっと雰囲気を見ながらちょっとやっていこうと思いますね。まあ、どうなるか。で、まあ一周やってきたら、まあここもまたね、ここ一番最後は鎖編みで飛ばしますよね。じゃあまた細編みから始まるんですね、ここ。こんな感じでずっとね、こう変えていくんですけど、あ、ここも立ち上がりしなきゃいいですね。だからね、まあ編み方は今までと同じ感じなんですけど、この巻き込むところ、ちょっともう一回やっとこうかなと思いますね。こうやって、で、こうですね、一番最後の細編みで、ここ飛ばしてるから忘れちゃったんですね。ここ
からね、ここはもうね、この飛ばしてる状態が一番最初、ここで巻き込もうかなと思いますね。一回だけ巻き込んで細編みして鎖編みしたら、まあ、この白のも置いていって、でグレーのを挟んでこう巻き込んで細編み鎖編みっていう感じにするとやっていこうかなと思いますね。まあ、とりあえずまた一周やっていこうかなと思います。ではやっていきます。最後の方までやってきて、まあ、ちなみにね、ここまた後ろを立ち上げていくの、今ここなんですね。ここは一番最初、今鎖編みから始まってるんで、ここに針を入れて、でこの白のをこう巻き込んで、でこういう風に持って細編み、次は細編みからなので細編みをやっていきますね。で一回こう巻き込んだら、もうこれは置いていきます。で鎖編みっていう感じでね、こういう風にずっと、まあ今は白をやったんですけど、まあグレーの時も同じようにずっとね、こう立ち上げていきますね。もうあとあとずっと両方使っていくんで、こういう風にずっと変えていってます。ではやっていきます。こんな感じで4段編んできました。まあどうなるかって感じなんですけど、で次で今鎖編みしてますね。で鎖編みはこの一番最後の部分飛ばしたことになってて、ここは一番最初です。ここに針を入れて、でこれも巻き込もうかなっていう感じなので、こうやってね立ち上がっていきますね。まあピッてなっていくんですけど、まあこれはしょうがないかなと思って、で次薄いグレー、ライトグレー、これをねまたこっちに合っていて、こっちは裏としてるんで、私はこう今から持っていくものをこう左で用意しますね。であとはもう置いていくので、こうですね、ここに左手で持って、でここも持って、こう引っ掛けて細編み、まあ、ここもねライトグレーにした方がいいかなと思うんですけど、まあいいかな、これどうしようまあそんなにね気にしなくてもいいと思うんですけど、まあ、ちょっと気になりましたね。ここでライトグレーにしたらいいってことですよね。ここで鎖編み一つのところで糸を変える。でもこれがね難しいからいつもね避けてたんですけど、こういうことにしたらいいんかなと思って、でこう緩んでるところをこう引っ張って、で最初の細編みのところに針を入れて、でこれも巻き込んで、なんかいろいろ忙しいんですけどそれでね全部こう置いてこう挟みますね、この状態で細編みでこうします。この方がスッキリするかな。これちょっとやっていこうかなと思いますね。で緩んでるところをこう締めてあげて、で鎖編み一つで、この、まあ、こういう長いのはもう全部ついていくんですけどね、ずっとだからもつれやすいからね、まあ、こういうのが嫌だわって方はもう、まあ、こういう感じのやり方は向いてないかなと思うんですけど、まあちょっと私はこう色を変えたくなるのでこういう風にやってるんですけどね、しましまが大好きで。でここで、まあ、これもね次の段で、さっきみたいに、ね、さっきも2段目で巻き込んでいきましたね。なので2段目で巻き込もうかなと思います。で今鎖編みしたので、この分飛ばしてるのでここの穴に入れて、まあ、これを置いていって細編み、まあ、こんな感じでちょっとやっていこうかなと思いますね。で鎖編みを必ずして細編み、細編みしたら鎖編みっていう感じでずっとまたねやっていこうと思います。まあ、この段もねこう変えた方がいいのかな。今この濃いのを4段したんですけど、だから次3段とかねやっても面白いかなと思うんですけど、まあ、偶数じゃなくてもいけるのかなとか思ってちょっとね今思ってるんですけど、どうですかね。まあ3段もちょっとやってみようかなって思ってみたり、まあ、様子を見ながらいろいろまた思うことがあったら動画に撮っていこうかなと思ってるんですけど、ちょっとやっていきますね。あ、奇数をやったことないかなって思うんですけど、ちょっと4段3段で白を2段入れたりとかしてやっても面白いと思いますよね。まあいろいろやりたいんですけどね、ちょっとまあ3段ちょっとやってみて、まあ大体ボンって編んだところをお見せしようかなと思ってますね。こんな感じでずっといろいろこう
色をここで変えたりとかしてやっていこうと思います。こういう風にね、柔らかくなるんで、こうやってやっていきます。こんな感じでザーッと編んできました。で、高さが、23センチぐらいにしたくって、23センチぐらいでちょうど柄がね、後で言うんですけど、23センチぐらいなので、で、横もね、だいたい24センチにしたかったんですけど、24センチぐらいになって、で、24センチぐらいになったんですけど、こうね、頭にこうカポってはめてみたら、私結構頭でっかくってちょっと伸びたんですよね。伸びて26センチになりました。だいたいなんか元々やりたかった形になったかなっていう感じのところなんですよね。で、この濃いグレーが4段編んでます。で、このライトグレーが3段で、白い2段、その繰り返しをずっとやってきて、ここまで来てるんですね。で、この1段で、だいたいこの高さもあってきてるので、ここで終わろうかなと思ってるんですよね。で、ここの段階で、巻き込もうかなと思います。もうこの2本はこうカットしていく方向なので、これでね、こう巻き込んで、最後のところでも巻き込もうかなと思ってますね。こんな感じで、どうかな、ここに巻きも、糸始末しましょうかね。ちょっとなんか一番最後のところ、そうですね、でもここを押して、その後ね、細編みを一つずつしてる段もあるので、この後に細編みしていこうかなと思ってるので、ちょっとここで置いていきますね。1個だけかけて、で、こういう風にね、いつも通り細編み、鎖編み、細編み、鎖編みでやっていこうかなと思います。これで一周ここまでやっていきます。こんな感じで一周やってきました。で、今鎖編みしたところで、鎖編みの分を飛ばしてここですね。で、ここでもう巻き込んでいこうと思うんですけど、ここで巻き込んでるので、一回こういう風にして、このまんままた細編みをずっとしていこうと思いますね。一番最後、最初細編みしてからやってはないんですけど、細編みして、その上に細編み、鎖編みっていう感じではやってないんですけど、細編み一段だけやってますね。でも、ここはね、ちょっと分厚さが同じぐらいになるかなと思ったので、この上は、細編みで終わらせようかなと思ってますね。最初のここに入れて、巻き込んで、巻き込まずに、このままカットしときますね。カットして、こっちで、さっきも言ってましたかね、こっちに糸始末して終わりにしようかなと思いますね。あまりにも端っこなので、ここは細編みで全部、この穴の中も、細編みの頭も全部細編みしていきます。では、一緒にやっていこうと思います。こんな感じで一番最後まで編んできました。そしたら、ここでまたカットして、シュッと抜いて、で、糸始末。こういう風にしてみて、ここは飛ばすなとか思いながらこうやると自然に入るかなって思いますね。別に飛ばしてもいいと思うんで、こういう風にして糸始末して、で、出てきたところに入ります。でも今回は裏表決まってるので、裏に糸始末して終わりにしますね。こんな感じで。これも編みやすいし、糸始末もしやすいしですよね。スッと入ってくれるから。こんな感じでね、表に出ないようにして、糸始末して終わりますね。パチン。で、ここも糸始末して終わりにしようかなと思ってますね。こんな感じで。こう、頭からやってみたんですよね。で、イメージ的にはこういうクチュクチュってするタイプですね。こういうタイプいいですね。なんかすっきりして、なんか無駄がないって感じですね。こんないろんな感じでね、こう出てくるから、柄がめっちゃ可愛かったです。これもでも私が好みのこう首のところにガツンってこう入る感じなんで、もうこれはね、この穴開きタイプっていうか、
前編んだこれ、これとまた違うタイプなんですけど、そんなにめっちゃ長くっていうわけではないし、まあ伸びたりとかもするしね、すごい融通が効くんじゃないかなと思いますね。こんな感じで、まあもう一回こうサイズを測っておくと、まあ、高さが、まあ、ちょっとさっきよりは長くなったかなって感じですね。さっきのいくらだったかな、27センチになってます。で横が、25センチこんな感じですね。めっちゃ可愛い。私はもうモノトーンカラーが好きなのでもうたまらないんですよこれは。こんな感じで、まあカラフルなものもね、いっぱいこの七色彩色あれで、いろいろ組み合わせを楽しめるかなと思いますね。まあ白がちなみにこれぐらい余って、でブライトグレー、ブライトグレーも結構余りましたね。あの白は、白じゃないわ、この濃いグレーはほぼ使い切りって感じですね。こんな感じです。まあ、大体3玉あったらできる感じですね。でもこの全体をこう見て、まあ大体もう、なんていうんですか、1色でやるんだとすれば、まあ2玉ぐらいでできるのかな。まあこれを見られて、まあ大体、あの想像ができるのかなって思うんで、何か参考にしていただければなと思いますね。こんな感じで、これはね、なんか使えると思うので取っとこうかなと思いますね。これとかも。こんな感じになりました。何か一つでもね、参考になるものがあればなと思って、まあぐしゃぐしゃにご紹介させていただきました。はい、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。